チャールズ・フークア・アマニュエルは、アメリカ合衆国ウェストバージニア州、マクドウェル軍、ノースウォーク出身の元プロ野球選手、プロ野球監督。右ト左だ。愛称は、赤鬼。21世紀においては、日本の一部のマスコミで、性を、マニュエルと表記している。アメリカ球界時代、高校時代は、野球の他にアメリカンフットボール、バスケットボール、陸上競技でも活躍。 野球とバスケットボールではキャプテンを務めていた。当時はバスケットボールが一番好きな種目で、いくつかの大学から奨学金付きの勧誘を受けていた。しかし、高校卒業間近に控えた1963年4月に、糖尿病と心臓疾患を患っていた父が自殺。チャーリーに母と兄弟の世話をするよう求める遺書が残されていた。 MLB 数球団から誘いを受けていたため、進学を断念して、ミネソタツインズと2万ドルで契約。1969年にメジャー初昇格。1974年にロサンゼルスドジャースに移籍。メジャーでは控えや代打が中心で、6シーズンでわずか4本塁打に終わった。1975年には日本球界入りが検討されたが、 トリプル A 級アルバカーキデュークスでのプレーを選択した。ヤクルトスワローズ時代1976年1月27日、ヤクルトスワローズに入団。84試合に出場し打率、243、11本類打32打点に、とどまる。1977年には打率、316、42本類だ、97打点と、活躍し、 チームの球団創設以来初の二役審に貢献。9月15日の対対応戦で42号本塁打を打って巨人の大貞治と並び、あわやマニエルがこの年の本塁打をかと騒がれた。1978年には打率、312、39本塁打、107打点を挙げて若松勤、大杉克夫と共に協力クリーンアップを形成し、 ヤクルトのリング発、優勝、日本一に貢献。しかし、機動力、守備力を重視する、広岡達郎監督の評価は低かった。その年のオフ12月22日に守備面での不安に、加え、ヤクルトに、左腕投手が不足していた事情もあり、長尾康則と共に、神戸都市を佐藤武秀、寺田義隆との交換トレードで、近鉄バファローズに移籍した。 近鉄バファローズ時代近鉄では指名打者で起用され、1979年は開幕から打ちまくってチームの独走に貢献、48試合でホームラン24本打率、378はいずれも日本新記録ペースだった。ところが6月9日の対ロッテオリオンズ戦でヤギ沢総6から顔面に支給を受けて顎を骨折し、全地に 三ヶ月の重傷で戦線を離脱した。マニエルの欠場期間、主要走っていた近鉄は二度の三連敗で急加工し、九連勝のハンキューブレーブスにゲーム差なしと迫られる苦境に陥ったが、前期最終戦の6月26日の南海戦に、1対1の引き分けで辛くも前期優勝を果たした。マニエルは8月3日から、ベンチ入りして戦列に復帰し、 4日の阪急戦にて、代打で出場して、敵時打を打ち56日ぶりの出場を果たした。打席では顎への防御用のフェイスマスクをつけた特殊なヘルメットをパリーグから許可を得た上で装着していた。11日のロッテ戦の前には、長期欠場のきっかけとなる支給を与えた、ヤギ沢の直接会って謝罪したいとの要望で話し合いを行った。マニエルはヤギサに対しては、 謝罪に来てくれたことには感謝するとしたものの、支給はロッテ側による封じ込め策であると主張した。マニエルは支給による戦線離脱で97試合の出場に止まんものの、37本塁打で本塁打王を獲得し、近鉄のリーグ初優勝に貢献。MVP にも輝いた。1980年は打率、325、48本塁打。 129打点で本塁打打点の2冠を獲得、チームをリーグ連覇に導いた。しかし、契約公開で複数年契約を要求したが、単年契約を提示した球団と折り合わず、近鉄は1981年1月8日にマニエルを自由契約にした。ヤクルトスワローズ時代近鉄を自由契約となったマニエルに対し、 ヤクルトは1981年1月14日にマニエルの代理人ハワード・ゴルブと電話で交渉し2年契約で年俸5000万円で合意し1978年以来3年ぶりにヤクルトへの復帰が決まったこの時広岡はすでに退団しており監督は竹上志郎に交代していたヤクルト初優勝の立役者であり 近鉄でも連覇に貢献したマニエルへの期待は大きかったが、大杉勝男は1月末に湯マキャンプに現れたマニエルを見て、走り込み不足ですっかり下半身が弱くなっており、キャンプで徹底して期待直さなければ使い物にならないだろうと危惧していた。ところが、首脳陣はマニエルに厳しいトレーニングを課そうとせず、またマニエルの側も過去の実績を過信していた福祉が、 あって、十分な準備をしないままシーズンに入ったと述べている。シーズンに入り、大杉の懸念は的中、マニュエルは、開幕から打撃不振にあえぎ、ようやく第1号本塁打が出たのは、開幕から15試合目の4月24日であった。6月上旬には一時的に調子が上向き、6月3日から7日まで5試合連続本塁打を放ったものの、その後は再び不振に陥り、 7月23日の前半戦終了までの間にわずか3本しか本類打を打つことができなかった。さらには後半戦開始直後の8月2日の対陽戦で盗塁を試みた際に左は秋原を強打して長期離脱を余儀なくされた。9月末には戦線復帰したものの最終的には本類打12本、打点36という不成績に終わった。 マニエルは2年契約であったが、ヤクルトはこの年限りでの契約打ち切りを通告。マニエルは抵抗したものの、1982年1月22日に自由契約が決定して退団し、帰国した。引退後は、クリーブランド・インディアンスでマイナーリーグの監督やコーチを経て、1988年から1989年。 1994年から1999年と打撃コーチを歴任した。日本流の喪失と空打ちを行うなど打線の強化を図り、1995年にはワールドシリーズに導いた。この指導が認められて2000年に監督に昇格。2001年にはアメリカンリーグ中区優勝を果たしたが、翌2002年に成績不振を理由に、 シーズン途中で解任された。2003年にフィラデルフィアフィリーズ GM 特別補佐に就任。その後、2005年からは監督に就任。2007年は独走するニューヨークメッツを終盤戦に猛追い。残り17試合で6ゲーム差という状況から逆転して地区優勝する。2008年にはリーグチャンピオンシップシリーズでロサンゼルスドジャースを破って、 ナショナルリーグ優勝を果たし、チームをワールドシリーズに導いた。そのワールドシリーズでもタンパベイレイズを破り、チームをワールドチャンピオンへと導いた。なお、日本球界経験者でのワールドシリーズ優勝監督は巨人でプレーして、1986年にニューヨークメッツをワールドチャンピオンに導いたデイブ・ジョンソン以来となった。 2013年8月12日には監督として MLB 通算戦勝を達成したが、この年チームは地区4位と低迷しており、4日後の8月16日、フィリーズより監督会議が発表された。2019年8月13日に打撃コーチとしてフィリーズへ復帰し、シーズン終了まで務めた。ありがとうございます。